がとうございます。このチャンネルは主にマルプーを飼いたい、マルプーを飼ってみたけど困ってるという人のお悩みを解決する動画を投稿しています。視聴者の皆様に有益な情報をお届けいたしますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。僕たちマルプーラテミルの可愛い姿などはショート動画などでアップしていますので、よかったらそちらも覗いてみてくださいね。それでは今回のトピックに入っていきましょう。ペットを飼うということは生き物の命を預かるわけですから、可愛いだけではペットを飼うことはできません。もちろん大変なことも山ほどありますよね。それはもちろんマルプーにも当てはまることで、ただ可愛いだけで飼ってしまうと大変なことになってしまいます。まあペットショップで目が合うと飼いたくなっちゃう気持ちはよく理解できますけどね。ということで今回はマルプーを飼って大変だったと思う5つのことを紹介していきます。これからマルプーを飼おうと思っている、大変だったあるあるを共感したいという人はぜひ最後までご視聴ください。マルプーを飼ってみて思う大変だった5つのこと以下で、マルプーを飼ってみて思う大変だった5つのことをご紹介していきます。仕事に行きたくなくなる。マルプーを飼うと毎朝のルーティーンが一変します。特に仕事に行く前に愛犬のうるうるした瞳で見つめられると家を出るのが一層困難になります。マルプーは愛情深く飼い主に強い絆を感じる犬種のため、飼い主が家を離れる時には特に愛おしそうな表情で見つめることがあります。このような状況は特に初めて犬を飼う人にとっては予想外のことかもしれません。仕事に行くために家を出る際、愛犬の悲しそうな顔を見ると心が痛むことでしょう。しかしこのような瞬間はマルプーとの生活の中で避けられないものです。対策としては出発前にしっかりと愛犬との時間を持つことが大切です。短い時間でも遊んだり撫でたりすることで愛犬の不安を和らげることができます。また留守番中の退屈を防ぐためにおもちゃや快適な休憩スペースを提供することも効果的です。家に置いておくのが心配になる。マルプーを家に残して仕事に行くとき、多くの飼い主は様々な心配ごとに頭を悩ませることになります。何か食べて喉に詰まらせているのではないか、部屋が暑くて熱中症になっていないかといった不安はつきません。特に愛犬への愛情が深ければ深いほどこれらの心配は大きくなります。心配症の飼い主の場合、これらの不安が仕事中も頭から離れず仕事に集中できなくなることもあります。そんな時におすすめなのがペットカメラの利用です。ペットカメラはスマートフォンと連動し、外出先からでも愛犬の様子を確認することができます。このカメラを使えば愛犬が安全に過ごしているかどうかをリアルタイムで見ることができるため心配を和らげることができます。ペットカメラは約5000円程度で購入可能で、多くのモデルが市場に出ています。愛犬の安全を確認できるだけでなく仕事に集中するためにもペットカメラの導入を検討してみると良いでしょう。家具を噛まれてしまう。大人になると収まりますが、パピーの頃はとにかく何でも噛みたがります。僕たちラテミルもたくさんのものを犠牲にしてしまいました。ダイニングの椅子の足をガジガジにしてしまったので、高級家具などはしっかりと対策をしておいた方が良いです。ソファーもガジガジで
そこの布を切り裂かれ、中の空洞にミルが隠れたりしていました。安いソファーだったから良かったですが、何十万もするソファーだったらと思うとゾッとします。その他にも家具ではないもののパピーの餌食になるものがあります。あんちゃんの大好きな靴下で綱引きをし始めたらもう元には戻りません。うちの飼い主は20足は穴を開けられてしまいました。油断しているといつの間にか靴下を噛んでいるので注意してください。その他にもファスナー、下着、パーカーの紐、ガダイの好物ですので気をつけてください。うちの場合ソファーとか家具を入れると被害額は総額10万は超えていると思います。吠える、犬が吠えることは自然なコミュニケーションの一形態ですが、マルプーも例外ではありません。マルプーが無駄吠えをすることは近隣住民に迷惑をかける原因となり、飼い主の精神衛生にもよくありません。特に大きな音に対して吠えることや何かを欲しがって吠えることがマルプーの無駄吠えの主な原因となります。大きな音、例えば雷や風の音、市の放送、インターホンなどの普段聞き慣れない音に対してマルプーは恐怖や不安を感じ吠えてしまうことがあります。このような時はマルプーを安心させることが最優先です。落ち着ける場所に連れて行き、そばにいて撫でることで安心感を与えてあげましょう。またご飯やおやつ、遊びを要求して吠えることもあります。この場合吠えると要求が叶うとマルプーが学習してしまうため注意が必要です。吠えたからといってすぐに要求に応じるのではなく、適切な指示を出してから報酬を与えることで飼い主との関係を明確にしましょう。無駄吠えは飼い主との関係を良好に保つためにも適切に管理することが重要です。マルプーとの生活ではこのような行動の指導に注意を払い、健全な飼育環境を整えることが求められます。お金がかかる、マルプーを飼うことは想像以上に経済的な負担が伴います。初めて犬を飼うときには犬の登録費や予防接種費用、日常の生活用品やフード、医療費など様々な出費が必要です。犬の登録費は市区町村によって異なりますが、通常3000円程度で、これは法律によって義務付けられています。また狂犬病予防接種も毎年必要で約3500円程度かかり、さらに混合ワクチン接種費も毎年必要で5000円から1万円程度が一般的です。フィラリア予防薬も季節に応じて必要となり8000円程度かかります。生活用品についても初期投資として3万6000円程度が必要で、トイレ、食器、首輪、リード、ベッド、ブラシ、キャリーバッグ、ケージなど必要なアイテムは多岐にわたります。さらにドライフードやおやつ、おもちゃにも毎月費用がかかります。ペット保険にも月3000円程度が必要です。ペット保険は万が一の医療費用が高額になるリスクを考慮して選ぶことが賢明です。トリミング費も無視できない出費で1回あたり8000円程度かかります。これらを合わせるとマルプーの一生涯で200万円程度の費用がかかることになります。これらの費用を折り返し準備をしてからマルプーを迎え入れることが重要です。金銭的な負担は大きいですが、マルプーとの時間はそれ以上の価値があることを忘れないでください。以上でマルプーを飼って大変だったと思う5つのことを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。仕事に行きたくなくなる、家に置いておくのが心配になる、家具を噛まれてしまう、吠える、お金がかかる、これだけ
大変なことがありながらも皆さん、マルプーを飼っているのはそれ以上に返ってくるものがあるということですよね。これからマルプーをお迎えしようと思っている方は、ぜひこの大変なことも頭に入れてしっかり判断してくださいね。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。